ツを2人で食べてもいいんですか？あ、全然何人で食べても3人で女の子とかやっぱり、確かに1人その時は味噌汁とかタダで。へえ。一日一日楽しいじゃん、お客さん喜んでるんだけど、人間ってこう笑う瞬間とか求めでこう生きてるような気すんだ。